では勝ちました。タイガース岡田監督です。おめでとうございます。あ,ありがとうございます。見事な逆転勝利ですけれども、試合全体いからです。そうね、ずっとヒットをね、もう打たれたし、まあよく二点でね、まあ死の出たいう感じですね。はい、まあ終盤向こうもピッチャーねいなかったんで、まあ柳ねあの引き伸ばすと思重さたから、まあコマチャンスあると思ってなんですけどね。 7回、8回でひっくり返しましたけれども、うん、8回はあの大山選手の同点タイムリーあの場面、初球からきましたか、うん、いやいや、もうずっとね、あのチャンスメ,メーカーにもなるしね、勝負どころではね、どう勝負強いバッティングできるし、両方、ね、最近、本当いい、ね、バッティングしてると思いますね決勝点、勝ち越しのタイムリー、佐藤輝明選手、今日も打点を挙げましたが、いかかがですか、うん、いやいや、もうあっこはね、4号がね、本当、 なんていうか、ね、やっぱりあの柱なんでね、チームね、打つ方のね、やっぱりそこが中心なんで。まあ、それがね、すごい機能してるんで。まあ、本当にいいとこでね、タイムに出ますよ、ね。はい、最初にもお話ありましたが伊藤正志投手、ヒット当たりましたけれども、どのように見ていらっしゃいましたか。あ、まあ、前回はね、まあ、初詣、ま,まあ、完封だったんですけど。まあ、ちょっとボールね、高かったかなってね、あのー。ね、<laughs> バッティングコーチも言ってたんだけど。 まあなんとかね打たれながらもしのいでまあ全然合格点ですよ、あれはねは、打つ方がそれまでねちょっと打てなかったんでね最後は岩崎投手が行きましたが、投球いやいや、もう久しぶりだったんで、なんか5分ぐらいあってるのかな、本当、なかなか投げる機会なかったんですけど、勝ち越したんでね、き今日はもう同点でも行くつもりだったんだけど、本当、まあ,あ、一本打たれたけど、それはもう全然ね。 右左関係なしで、ね、もう安心して見てました。ね、はい。それにしても、昨日今日とこういう勝ち方は非常に大きいんではないかと思うんですが。うすそうね、まあ、どっちに転ぶかわからないようなね、うん、そういう展開だったんで、まあ、勝ち切ったの、もうね。まあ、まだまだ、もうちょっとね、こうすっきりとね、そういうゲームしたいですけど、まあ。なかなかね、相手がいることなんで、まあ、まあ、なんとかね、こうしのいで勝ってるの大きいと思いますね。ありがとうございました、はい。はい、ありがとうございました。